次は、ハーフパイプで、レッスンしたいと思います。まずはハーフパイプは一番大事なのはドロップインなんで、ドロップインからやりたいと思います。ドロップインはちゃんと自分の入る位置を確認して、しっかりオーリーして、ちゃんと面に合わせて体を倒して入るっていう感じでやってきます。じゃあとりあえずやってみましょう。まずは自分の入る位置をしっかり確認して、ラインを取ってちゃんと体を合わせてドロップイン。まずは自分の入る位置をしっかり確認して、ラインを取ってちゃんと体を合わせてドロップイン。